はい、はい、それでは、静岡県沼津市、はい、沼津の港で、フードファイター大栗のラスカルさんが挑戦しに来てくれました。チョモランマドン。じゃあそれでは意気込みをお願いします。ちょっとあの今日は味わってチャレンジしたいと思います。ありがとうございます、はい、まあ、ぜひうちのカンパチもちょっと、はい、一言お願いしますね、はい、じゃあそれでは、いきます。45分、はい、世界のチャンピオンになれ、いきます。よーい、スタート。はい、いただきます。早速カンパチから。はい、朝、神経痛めちゃうやつな。全然違うね。これがすごい。しかも食感が大事なんで、醤油つけた瞬間も醤油に油ぶわって広がるんで、油のりも全然違うんですね。はい、めっちゃ、これチャレンジでいいですか。ちなみにわさびは食べきりですか？あ、わさびです。わさび大丈夫です。わかりました。ちょっと先にちょっとご飯に全然通らずいきますので、一回ちょっと。味わって食べたい。
とご飯に合わせました。深海魚、はい、ちなみに何が深海魚って鶴ヶ湾で 2000m だ、はいはい、深海魚の種類を知りたかった。はいはい、いるんですけどね、小さい魚でいうとメイスメヒカリあたりがね入ってる。あ、メヒカリ、うん、はい、明治はい、こっちの方で何回かやっぱ遊びには来たこと、あ、もう普通にもうオフで、あまりね、こっちの方だとやってるところが少ないんで、こういった海鮮丼ってなかなか大食いにできないよ、うん、ね、僕も今関東の方に住んでるんで、その新なかなかね新鮮な
この海鮮も食べようとするとやっぱり沼津とかやっぱり一番来やすかったりとかするので、そうですよね、観光地としての成立があるんで、はいはい、本当に人が多くなってきて、でその中で大麦を始めたんじゃないですか、このお店が10時オープンなんですけど、僕もその来る時からもうその沼津港の周り本当に韓国のお客さんがいっぱいいたんで、やっぱり人気なんですね、うん、そうですね、もう朝早い時から、ただ夜が閉まるのが早くなってきちゃってるんで、あ、はいはい、そこら辺ですね、うん、でもどうしても漁港の街はね朝が早いですからね新鮮なやつをそのまま、立ち上がってもらいたいっていう気持ちでね、漁師飯になってる、もうちょっとで折り返しぐらいですかね。早い。最後。ちょっとお水も置いてきます。あ、入れます。この黄身醤油を。醤油と全然違うの。そうですね、まろやかになるんですよね。どうしても醤油だと角が立っちゃう。はいはい。その角を休めて。うわ。まだ大丈夫です。全然まだ美味しく味わっております。はいはい。食べれないこととかあるんですか？食べれないはないんですけど、ずっとあの、まあ、苦手とか嫌いなものはないんですって話したんですけど、ああそうなんですね。最近気づいたのが、はい、パセリが苦手ですよね。パセリが苦手。パセリ用意。パセリ用意。親方パセリください。
まさに。はいよ。一玉も来てる。一玉に50g ぐらいだね。そうですね。だからあの。パセリの大食いやめと。なんか意識せずになんか避けてたみたいで、久々になんかパッと食べた時に、はい、あ、そうだ、苦手だったと思って、はい、思い出して。飾り使いなでも、昔はもともと、はい、そのシソとかもダメだったんですよ。香りの、香りがする葉っぱとか。強いものに関しては、でも不得意だったっていうことですね。でも大人になってから、はい、その美味しさを知ったんで、はい、でもパセリはダメだ。だけ唯一、ちょっと苦手。なるほど、なるほど。あ、魅力のボスが来ましたね。あ、美味しくいただいております。まだ僕はこうなんないんで大丈夫です。それマックスだね。 5.8 億美味しいんで、これは余裕でいただきたいと思います。妨害してるんだよ。時間は妨害してる。まだ残り28回、30秒ぐらい。わさびは大丈夫ですからね。あ、まあ、のけといてもらっても。もう一個が無理。僕にちょっと苦しい顔みたいですね。マックス15分ぐらいずっと動いてました。動かなかった。今の死にそうな顔見たいね。変な人だって思わない。全員が全員じゃないんだよ、ね、あのみんな、みんな明るい方です。明るくていい人だって思わない。うーってなってほしいって言うの。いや、第2弾がありますから。なるほど。ここのところで30分休憩しても、あの、3キロ近いやつも、でも結構きついです、多分。合いますね。合うんですよ。溶けなくてね、角が立ってないんで。普通の醤油と全然違いますね。うん、これ普段 の、 その定食とかお料理出す時もこの金目醤油はあるんですか。これ内盛りの。あ、なるほどなるほど。はい。これですね。これみたいです。これ。チャレンジ中にメニュー紹介しますよ。ありがとうございます。時間大丈夫ですか。時間守れ。みんな S の人ばっかりだな。沼津は違いますね。今回は本当に大赤してますから。はい。土の中ってね、土の中ジャンプとかやってました。女性の人たちは。お母さんが見たい。ジャンプが見たい。普段のにこやかなマックスさんはもうイケメンですよ。イケメンですよね。イケメンな。だどうしても皆さんのイメージ、まあ、このイメージがね、どうしても強いんで。完全にゴリラですね。綺麗な食べ方ですね。あ、はい。
見えちょいちょいそれを言ってもらっていい、ちょいちょいあの焦らせる感じですね。そう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 、そうですね。でもなんか終わりですね、もうまだまだチョモランマはそう簡単にはいかない。あと、アラ汁おかわり持ってきましょうか。あ、大丈夫、大丈夫ね。大丈夫ですか。はい。これはやったらあんま苦しくないんで、飲まなくてもそんなに、だから僕が水飲み出したら多分苦しいサインなんで、あと5分後、10分後は分かんないです。なるほど。あんまり急いでないんで、ゆっくり味わいながら美味しいので。普通の人では食えないですよ。ギブアップ用ってことですよね。はい。じゃあ僕はむしろおみすさんに白旗をあげてもらいますか。パセリを何個か入れておくべきでした。デザートのパセリ出たとしてもそれはチャレンジは別です。すいません。うまくちょっとそうじゃないですか。何遍も言うように。実はもう一個ありました。でも本当に、まあ、市場の方とかもそうですけど、この方もあったかいっていうか優しい方多いですよね。本当にそうなんですよね。分かってくれる人は分かってくれるんですけど、今のチャキチャキ系だけでみんな優しいですから。あ、もうちょっと強めに。もうちょっと強めに。もうちょっと強めに、そこのところお願いします。あのテロップで強調しておきます。はい、ありがとうございます。あと5分後に隣のアマチュア、はいはい、はいはい、支えてもらつけてるんで、うちって応援してくれるんですよ、一瞬。うん、頑張れ頑張れ、ラスカルーン。はいはいはい。あ、全然全然。5分以内に食べ終わらないで頑張ります。
ろそろですね。アマちゃんが応援です。まあ、大丈夫黄色い声援でお腹しましたから今。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、白旗大丈夫ですか？白旗は後ろ上げないですよ。上げないですか？おかわり用意しますね。なるほど。勝つまでやるから勝つんですね。はい、そうです。そうです。勝つまでやる。え、でももう食べ終わっちゃいますね。白旗さ。結構何組か若い方もあのチョモランマ丼挑戦しに来てましたね、2人とかで。ああ、時々いらっしゃってますね。皆さん、どうですか？いや、絶対食べてないです。結構、全部食べてない。まだまだ。珍しい、その、皆さんで来た時とか、あれもシェアメニューみたいなの頼めたりするって予約とかで。あ、そうですね、そういった食べ方をする方もいらっしゃるんで。じゃあ、いいですね。はい。皆さん、でも9キロあったら普通の人って何人いたら食えるのかわからないですけど、この大食いチャレンジではなくて、はいはい、みんなでシェアして、うん、楽しくインスタグラムを買ってやるようにしたら、多分9キロぐらい、まあ、あるんで10人ぐらいがベストだと思いますけどお昼ご飯抜いて10人で来てください。多分5キロぐらいからだんだんずっといきますね。マックス鈴木さんポーズ。いやでもマックさんすごいと思います、これ9キロ近く挑むのって。どうしても比較的海鮮丼って大食いするに結構きついんですよ。あ、なるほど。水分も少なかったりとかもあったりとか。はい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 。でもまあ、自分たちは作ることは作るんですけど、食べないですからね。それこそまあお店によっては酢飯のお酢がきついとかなってくるとまた、ね、ちょっと違う辛さがあったりとか。ラーメンとかの方が少ないですか？なんか茹でる前の2キロとか3キロじゃないですか、うん、茹でると結構倍ぐらいになるじゃないですかね。なりますね。夏場は大変ですね、ラーメン。暑くてもきついですよね。近づいてます。でも僕がきついですよね。あくまで優しいチャキチャキの人です。チャキチャキの優しい人です。あくまで。苦しい顔を見たいとかそういうことじゃないね。そういうことじゃない。
愛情ですから、はい、もっとそこを強めにもう一度お願いしますみんな来たくないなんて言わないようにいや、水分を欲してるっていうことですね。はい。登りきるまではですからね。なかなかのお腹いっぱいですよ。ちょっといっぱい食べれる人だったらね、あの3キロのやつとかも事前に挑戦しても楽しそうですよね。そうですね。なかなかね、6キロ、9キロちょっときついかもしれないけど。本当に先ほども言った通り、第2弾がありますからね。挑戦していただいて、僕もちょっとチョモランマの早朝に、はい、次は挑戦しないといけないですね。そうですね。
先に言っとくと、はい、6キロでお腹いっぱいです。いただきます。じゃあ、いやー負けたチャレンジなのにすごく楽しく味わっていただきました。ごちそうさまでした。じゃあ、勝利者ね、チョモランマに勝った人は金が渡されますので、はい、私村長の、はい、プレゼントです。どうぞ。はい、ます負けました。白旗です。白旗です。じゃあ村長、一個だけ僕からお願いが、はい、ね、僕らはクリアできるの当たり前なので、これはちょっとご返金させていただいて、次の挑戦者の方のためにありがとうございます。お伝えください。優しいです。じゃあ次の挑戦者、はい、ラスカルさんからこれいただきましたんで、ぜひぜひ。じゃあこれが倍になるっていうことですね。増えるっていう上乗せでね。次上乗せで、じゃあ、はい、次5.848kg の、はい、チョモランマドーンクリアした方は金2封でございます。ありがとうございます。それでごちそうさまでした。ありがとうございます。